ニーナ・タイショーツは、アメリカ合衆国のサイエンスジャーナリスト、作家。動物性脂肪は、人の健康を脅かすものであり、避けるべきであるとする従来の栄養学に対して、真っ向からことを唱え、忌避すべきではなく、積極的に摂取すべきと主張していることで知られる。カリフォルニア州、ノースバークレイに生まれ育つ。スタンフォード大学にて、 アメリカ合衆国における文明についての研究で学位を取得し、オックスフォード大学にて、ラテンアメリカにおける文明についての研究で修士号を取得した。ナショナルパブリックラジオにて記者を務めた後、フリーランスとなり、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、グルメ誌ザ・ニューヨーカー、エコノミスト、サロンドット・コム、メンズ・ヘルスといった様々な雑誌に記事を寄稿している。 食通向けの食べ物についての内容を記した一続きの記事を連載するうちに食べ物に含まれる脂肪分に興味を抱くようになる。2004年にはトランス脂肪酸についての記事の執筆を任されたという。2014年に出版した著書ザビッグファットサプライズホワイバターミートチーズビロングイン A ヘルシーダイエットはアメリカ合衆国政府が 国民に向けて発表してきた食生活指針についての歴史を叙実している。彼女は同書で指針が決まった根拠となるものと、それを決定づけたロビーストたちによる圧力の影響力について衝突した上で、動物性脂肪を避けることは本当に有益なのか、と疑問を投げかけている。彼女は家族全員でバターを食べ、牛乳を飲みましょう。チーズ、内臓肉、 ソーセージ、ベーコンをまとめ買いしましょうと記述している。本書はニューヨークタイムズが発表したベストセラーの一覧に入り、ウォールストリートジャーナルは2014年に発行されたノンフィクション作品のベスト10の一つに本書を指名し、エコノミスト氏は本書を2014年で最良の科学書の一冊として認定した。一方で従来の栄養学を学んだ。 栄養士やニューヨーク大学の栄養学教授、マリオン・ネッスルは本書の内容を批判している。2014年10月、大正ツはウォール・ストリート・ジャーナル誌にて、自身の著書とほぼ同じ内容の記事を執筆した。この記事は、ヘッジファンドの創設者で、証券投資家、ジョン・ダグラス・アーノルドに注目された。彼は、自身の妻、ローラと共に、アーノルド財団を運営しており、 ザ・ニュートリション・サイエンス・イニシアティブ、ザ・アクション・ナウ・イニシアティブ、ザ・ニュートリション・コアリションを通じて、肥満との戦争に参加する人を募り、その人たちに資金を提供していた。2015年2月、アメリカ食生活指針諮問委員会は、アメリカ国民が採用すべきとする食事についての指針についてまとめた報告書を発表した。タイショ象ツは、この報告書の内容を批判し、 ニューヨークタイムズは彼女による批判を記事にして掲載した。ブリティッシュメディカルジャーナルは、タイショーツがアメリカ食生活指針諮問委員会が出した報告書を批判する内容の記事を2015年9月に掲載した。アーノルド財団はタイショーツによる研究に資金を提供した。その記事の内容は、アメリカ食生活指針諮問委員会の委員たちの頭の中は、 肉と死亡に対する偏見で凝り固まっており、誰でも入手可能な証拠も示さず、利益相反行為も公表しようとしないというものであった。ブリティッシュメディカルジャーナル氏は、自社の雑誌に正式に掲載する前の査読が完了していた内容、報道を発表したことで、彼女の主張は広く知られるようになった。しかし、彼女の主張は、アメリカ食生活指針諮問委員会、 アメリカ合衆国保健福祉省公益科学センターから厳しく批判された。彼らは180人の科学者による署名を得た、請願書を作成した上で、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル氏に対して記事を撤回するか、さもなくば記事内容を訂正せよと要求した。ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル氏は、2015年10月と2016年12月に内容を訂正した記事を発表した。 2016年のものについては独立審査が行われた後、同志は記事の撤回はしないとの声明を発表した。その頃、アーノルド財団はアメリカ食生活指針諮問委員会が公表した報告書について議会による公聴会を開催するよう要求していた。財団はこの指針が国民に周知されるのを阻止しようとした。財団のロビーストグループは 議員及びホワイトハウスの職員に対し、大ーツによる登壇の機会を手配した。アメリカ国民が肉や乳製品をたくさん食べるよう促すロビー活動や宣伝活動について、大ーツとアーノルド財団は、彼らは食肉業界や乳製品業界と同盟を結んでいると批判された。また、彼女は低糖質高脂肪な食事を強く推進しているが、 マリオンネッスルは、現在の栄養学の常識に対して真っ向から、戦いを挑むような行為は、公衆衛生の促進という点においては、何の役にも立たないとその姿勢を批判している。対象図は牛肉を食べることを推奨している。牛肉産業に従事しているアマンダレードキは、ビーフデイリーにて、世間一般で言われているような、健康への助言に違反する形で、タンパク質と脂肪を豊富に含む、 動物性食品を食べるよう勧める人はたくさんいる。ニーナ・タイ・ショーツや、ゲアリータ・タウブスのような人たちのようにと書いている。2017年、医師のサリム・ユスフは、彼女は栄養学の常識に揺さぶりをかけたが、それは正しかったと述べるも、直ちに批判された。ユスフは、主流の栄養学の常識には、反するが、重要となりうる意見を求めていた。ありがとうございます。